ハウディ、ジェスターセラです。ディズニーシーに来ています。久しぶりだね。みんなディズニーランド、ディズニーシー、東京ディズニーリゾートといえば名物のものは何か知ってるかな？そう、ポップコーンだ。ポップコーン。ね。ディズニーランド、シーといえばポップコーンですよ、昔から。ね。さて、このポップコーン、みんなどれぐらいのスピードで買えますか？今回はそんな企画です。題して、ポップコーン RTA。ルールを説明しましょう。東京ディズニーシーランドにはそれぞれ入り口近くに、パートナーズゾーンがあります。ディズニーランドの入り口近くは、ロイディズニーとミッキー、ロイディズニーとミニーマウスが、ベンチに座っているゾーン。そして、東京ディズニーシーの方では、ウォルトディズニーだっけ、あれは分かんないごめんなさい、間違ってたらごめんなさい。ウォルトディズニーシーが、フランクに、立っている、ね、ミッキーと一緒に立っているゾーンが、パークの入り口近くにありますね。このゾーンの場所からスタートしまして、一体どれぐらいの時間でこのポップコーンを手にすることができるのか、そういうチャレンジ企画でございます。ルートとかね、いろいろ、考えなきゃいけないこといろいろあると思いますが、まずは動画をご覧ください。あ、そうそう、重要なルールとして、2つございます。1つは走らない。 RTA とはいえパーク内では走ってはいけません。絶対に走っちゃダメです。走らないことを一つのルール。もう一つ、二つ目のルールとして、他人に迷惑をかけない、はい、走らない、人に迷惑をかけない、この二つを必ず守って、ポップコーン RTA 行ってみましょう。はい、というわけでね、やってみましょうか。我ながらバカな企画だと思います。ポップコーン RTA、再度確認しましょう。スタート地点はここです。パートナーズゾーン、ディズニーシーのね。で、ここをスタート地点として、どの時点で何分でポップコーンが買えるのかっていうのを挑戦していきましょう。ではいきます。3、2、1、開始。はいはいはい、パーク内では、絶対に走ってはいけません。なので走らないこと、これはもう絶対の条件です。パーク内では絶対に走らないプラス、他人に迷惑をかけない、この条件を守って、この競技を楽しんでくださいね。行きましょう行きましょう。なんかアニメのやつがいいとか。さあどれぐらいで買えるのかな。ちなみにポップコーンレギュラーボックスの値段は400円なので、すでにバッチリ400円は手のひらに準備して握りしめております。さあ、どうかな、ショートカットいけるかな。ショートカットいろいろ意見はあると思うんですけど、人が空いているのはこのルートではなかろうかと、人混みを避ける、そういった意味ではこのルートが正解なのではというふうに思います。ただこのルートだと事前にポップコーンワゴンお目当てのポンテベッキオ根元付近のポップコーンワゴンがどれぐらい、混んでるのかがわからないというのがネックでございますね。これでね、めっちゃ並んでたらもう RTA 失敗なんですけど、どうでしょうか。よいしょ。さあ、こっちの階段を上がっちゃうとちょっとロスります。なので正解でルートはこっちの階段ですね。奥の方の階段を上がりましょう。よいしょ。走ってはいけません。必ず両足のどちらかが地面についている状態で、移動しましょう。競歩のルールですけどね。はい、お目当てのポップコーンワゴンが見えてきました。
人は並んでいない、営業もしている、あと一人ベビーカーが進んでいってる。これはいけない、タイムロスだ。これはいけないぞ。道を聞くだけか。あ、道だな。レギュラー一つお願いします。400円で、はい、失礼いたします。400円レシートの方はい、どうも、うん、で、そこの建物の建物の沿いのあれで行くと思います。ありがとう、はい、お待たせいたしました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。オッケー。はい、というわけで、無事にゲットいたしました。5分かかんなかったね。とりあえずこの今回のこの記録を、ポップコーン RTA の第1回、公式記録と、させていただきたいと思います。もし、この企画が気に入ったという方いらっしゃいましたら、ぜひね、ハッシュタグポップコーン RTA で、同じような動画を上げていただければと思います。私、ちょいちょい見に行こうかと思いますので、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。